い、これ学ランを脱いでもいいんだぞ。今なら笑うだけで許してやろう。人の心配より自分の心配したらどうだ。顔が真っ赤じゃねえか、温泉の猿かてめえは。顔が赤いのは生まれつきだ。痩せ我慢してんじゃねえ。痩せ我慢だと？僕はまだまだ余裕だよ。鍋焼きうどんでも食べたいくらいだ。てねえぞ。何を言う、僕はまだまだ余裕だよ。むしろ逆に寒くなってきたくらいや。これいいじゃねえかっす。存在しない。勝つか負けるか、これだけが大事なのか。てめえ言ったな、上等だ。地獄の果てまで。お前ら、おはようございます。はい。ハッハッハッ。
兄弟、そうだろうそうだろう。なこら！いく。なるほど。何よ。それは…な…うん、本当にいた。さあ、苗木くん。は？ちょっと大声出さないでよ。早く声かけなさいって。話しかけたいなら深川さんが。私が声かけたら私が邪魔したみたいになるでしょ。